コバスポーツエンターテインメント株式会社代表取締役の小葉克美です。簡単に紹介しますと、柔道整復師、鍼灸師、日本体育協会公認のアスレチックトレーナーの資格を持っております。この度、JCCA さんの、企画の、ところで小葉式体幹バランストレーニングを、講師として、やりますので、皆さんよろしくお願いします。そうですね、自分はずっと、もう20年前からそのトレーナー活動として、チームとあとはそのパーソナルトレーナー的な活動をしたんですけど、基本的にはその、健康体にさせたいという方、あともしくはそのスポーツを強くさせたいというね、そういうところで活動している方に対して、今回の小葉式体幹バランスは非常に役に立つと思うので、あとはその子どもの、育成のところでやっぱりその動きが鈍い子どもたち、運動神経がね、ちょっと鈍くなっている子どもたちが最近多いので、そういう子どもたちにも、少し体幹を土台にしたバランス系のトレーニングが、結構自分としては得意なので、そういうところをちょっと参考にしていただけたらなと思います。体幹トレーニングといっても、昔からその体幹トレーニングってね、ドクターからこう始まってで、トレーナーの方々に伝授しているっていう形で、ただ体幹といってもその部位のことをね指す部分があるので、そこを少し勘違いしている指導者の方がいらっしゃるので、どちらかといったらその体幹というのはその体の土台であって、それをしっかり四肢にこう伝えるように、そういうふうな目的で、例えばその解剖もそうなんですけども、その機能解剖やら運動学やらそこも含めた、トレーニングをもう少し、指導者の方も、その治療科と合わせてね、例えばその怪我をするその腰の部分でも、例えばコンディションとかね、ヘルニアとかありますけども、やっぱそういう人たちに対して、その激しいアプローチをしちゃうと逆に悪循環になるので、例えばそういう障害のところもね少し勉強しながら、そこで体幹が土台であって、JCCA さんがね推薦しているストレッチポール、フォームローラー、ストレッチポール、そういうところをうまく使いながら、しっかりとこう体のね芯を作っていくようなものをトータル的に考えて、パーツだけじゃなくてトータル的に考えた、そういうトレーニングの仕方っていうのを学んでいったら、すごく育成から子どもから年配まで役に立つと思うので、そういうふうにして一回自分のトレーニングも、体幹バランスなんですけども、そこを持ち帰っていただけたら、一つのアイテムになると思います。10月4日、コアコンフェスタに、自分も参加します。今回で4回目になりますけれども、自分も進化したトレーニングのものをお伝えできるかと思いますので、ぜひ皆さん参加してください。よろしくお願いします。